あーちゃん、めっちゃ笑ってるでしょ。あーちゃん、楽しかった。いや、お疲れ様でした。あの、はい、女性 YouTuber ね、はい、運動会ありがとうございました。なんか後日談みたいになかったじゃん。確かに。だからなんかこのサブちゃんであーちゃんの感想を聞きたいなというサブちゃんです。わかりました。反省会ですね。はい。おととい、昨日と前後編であげましたけれども ね。それがね、なんとあーちゃん急上昇1位です。そっちも。あーちゃん嬉しすぎ。あーちゃん嬉しそうだったわね。あーちゃん頑張ったからさ、1位にしてくれたの神様が。そうだよ。はあ、ありがとうありがとう、神様っているんだね。あーちゃんはすごい人だよ。いや、まずみんなが一緒に頑張ってくれたから、本当にみんなありがとう。そうだね、みんなやったね。大きな怪我もなく終わってよかった。そうそうそう、やっぱね、世にあの動画が出るまでがもう本番だったから、私の中では、うん、あれが終わったから本番終わりっていうよりも、世に出すまであの動画をね。で、しかもいろいろさ、いろんな人が出てるからさ、あ、そうだね、いろんな人間模様とかを深読みする人もいたしさ、実際出てみて。なるほどね。実際そんなんじゃなかったのに、そういう風に映ってるように見えるとか、うん、やっぱ、へえ、そんなこと思うんだっていうのが、うちらには感じなかったことをみんなが感じてた。一つの出来事の前後の部分とかって、もう超大幅カットしてるわけじゃん。うん。それをさ、見えない部分の想像で言ったりとか。抜粋するとね。そう。っていうのも、もう想定内だったよ。もちろん。うん。それでも、なるべくないように頑張って編集はしたつもりだったんですけど、はい。例えば、なんか、誰々がかわいそうみたいな。で、実際マジそんなことないのにっていう意見とかが。ああ、なるほどね。うん。説明したらきりないけど。うん。でも、いいんだよ。あーちゃん。あーちゃんが、みんなをまとめて、こうやってやれたっていうのは誇りに思うよ、あーちゃん。ありがとう。いや、でも実際マジクソ大変だったね。ね、顔めっちゃ真剣だったよ、あーちゃん。あの運動会の周りの日々。だから当日も私多分楽しんでない、あんまり。なんか、そう。楽しんでないって言ったら語弊があるけど。純粋にプレイヤーとして参加はしてないんだ。そう。それできないでしょ。ね。そりゃ無理だわ。いや、だから普通にプレイヤーとしてやりたいわ。来年誰か主催してほしい。楽しそうだった。ごめんなさい、行けなくて。いや、うーくんも来年は出よう、じゃあ。はい。うーくんって足早いの？早いよ。全員リレーどのポジションで行ける？本当にそこそこ早いよ。そう。生物科学部の割には。6.3 秒。50m? うん。早いじゃん。でしょ？めっちゃ速くない？ソラチ勝てんじゃん。今回ソラチ全部持ってってたけど、全員にで。じゃあ言ってるんで、来年は若い子たちに負けないように。わかりました。あとなんだろうな、リレーのカメラアングル最悪だった。あー、反省点。反省点。なるほど。でもね、あれね、本当にリハなしでやったの。うんうんうん。本当なんかちょっとラフにやろうよって思って、うん、楽しもうっていう気持ちでやったんだけど、いざやっぱ動画出してみたら、これちゃんと撮影としてやった方がいいなと思って。いや、いるなと。裏方だけでリハは必要だったかもね。うん、これ普通にめちゃめちゃ反省会って感じの内容だけど。リハいるね、これは。うん。リレーのカメラアングルが本当に本当に変化してて、おい、マジかーってなったの。うん、このアングルかーみたいな、いろいろカメラ探したんだけど、うん、なくていいのが、もう最善って感じ。いや、でも普段ぶっつけでやってる YouTuber からしたらさ、なリハなんてやろうとも思わないじゃん。全員リレーは寄らないでください。引きで撮ってください、こう固定で。運動会のお母さんの方がうまかったっていうコメントあった。いや、うちのママの方がうちのマママジでリレー撮るの超うまいから。そうなの。私がなんか例えばサッカー部のすごい推しの先輩とかやり出すんじゃん、うん、この人撮っといてってなんかマークしとくの。お母さんが全部撮ってくれてんの。何やらしてんだお前は。お母さんに。あ、梶山先輩ね、分かったわみたいな。おい、何やってんだよ。あと反省点とか良かった点とかは。良かったって、あのね、一個ね、訂正したいっていうか、私がそういう見せ方をおっしゃったのが間違いだったんだけど、うん、エミリ
リンと私が最初のチーム分けで残ってたのは、うん、あれちゃんとエミリンも、ねえちょっとアヤナさんはネタみたいな感じだけど私ガチじゃんみたいな、うん、エミリンもそういう風にそれちゃんとあの流れがあったのよ、うん、すごいこうバンバンバン取ってくみたいな感じになっちゃってたけど、うん、もう長いからパーパーパーってカットしちゃったんだけど、なるほどね、ちゃんとエミリンもめっちゃめちゃいじられてて愛のある感じでああなってるから全然いじって大丈夫な2人を残したって感じだね。そうそういうこと。いや本当よ、なんか女子同士のいざこざが見えるみたいなこと言ってるけどねえから、いたんかって思う。その場にいたならそう感じて言ってんならわかるけどいない人が誰々が嫌いだろうなとかつまんなそうにしてるとかいた人たちがみんなでこの後打ち上げ行ってモーニング娘。だったりとかしてたわけ。いやでもその打ち上げ怖いよ、その打ち上げ。なんでみんな男の悪口言ってんじゃないの。そう、全員で裏をこう書くんだから全員で言ってるんでしょ、男嫌いって言ってね、言ってないです、そんなことは。だって打ち上げって普通さ、なんかのイベントって大体男が多いわけじゃん。うんうんうん、女ばっかりだともうどうなるのか全然想像できない。初めて思いだったよ、今までさ、ジェネス1、GOK とかさ、NKR とか、そう U-FES、YTFF とかもやっぱ男の人が楽屋に多い状態だし、打ち上げもほぼ男の子で、まあ女子がちらほらぐらいだったじゃん、うん、完全逆だったからおどおどしてる渡辺真帆とかがいてなんか楽しかった。あとね、打ち上げのエピソードはなんか主催が飲まされるとかないの。そう、あったあった。アバの後輩の太郎あげあげと、あとよさこいバンキッシュの脇代がちょっとお手伝いみたいな感じでいてくれてて、片付けとかやってくれたりとかしたんだけど、その後の打ち上げ一緒に来てアイランさん飲ませますみたいな感じの流れになって、あいつカスだからな嫌いかよ。あいつカスだよ。いや嫌いじゃない、好きなカス好きなカスと嫌いなカスがあるの。うん、あとねめっちゃ面白かったのが、で私も結構酔っ払って、うん、結構みんないい感じに飲んでたんですよ。私がね、あの真帆ちゃんにちょっとお前あの大塚のプラネタリウム歌ってよみたいな、俺あいつ好きなんだよねみたいな言われて、あいつって大塚のことあいつって言ってた。違う、俺あれ好きなんだよねって、 あの歌好きなんだよねって、じゃあちょっと歌ってよって言われて、あいいよいいよって言って、うん、大塚プラネタリウム入れて、まあ結構みんなほろ酔いな感じで普通に飲んで歌ってってやってたのよ、うん私がこう会えなくても記憶をたどってみたいな歌ってたの、うん、そしたら奥から、あやなさんマートソが泣いてますとか言って聞こえてきて見たらマートソめっちゃ泣いてんのとか言って泣いてて、どうしたお前も辛いことあったんだなとか言ってブスに優しくしないでとか言って泣いてて超面白かった。酔っ払ってるからみんな感情がこう出てくるんですよ。それやばいな。めっちゃ面白かった、それは。あとは、なんだろう。あの、アバがアバミを歌ってくれたりとか。おぉ。いいエピソード。みんなで歌って、みっくんがちゃんと、あの、みっくんが、それもマータソに、愛してるってやってあげたの。もう、またもう、やめてとか言って。もう意味わかんない。全部に感動するんですよ。ほんと面白かったな。いやー。無限に楽しそうだな。いやでも普段絡まない感じの女の子たちとできたからすごい楽しかったよ。うん、もういいよ、ま、たね、みんなここに呼びたい今。それ喋りたい。ああ。で私が一人の解釈で言ってるみたいな感じになるじゃんこれまた。個人の見解ですのでね、これは。個人の見解だけどみんな楽しくやってた絶対。まあそういうのね、あーちゃんするのね上手だからまたなんかやってほしいですね。いやーもう一個。ちょっとやってみたいなって思うのは、もうこの流れでいくとね、うん、合唱コンクール。何それ、合唱コンクールやりたい。どうやって。いや全然本当に適当に言ってるだけだけど、いやなんかその運動会クリスマス会とかやるわけじゃん。うん、でも合唱コンクールやりたい。なんでいいね、ね、夢があるわ。まあ全部次回より良いものになれるような取り入れてやっていきたいなって思う。次回があるかもしれないということですね。かもしれない。はい、ありがとうございます。次はね参加するんで。いや絶対参加してね。うん、高め食ってね。すいませんでした、あんな罰ゲーム出して。
あとね、罰ゲームは多分5月31日と6月1日どっちか、うん、にみんなで揃えてあげる感じなんで。あ、そうなんだ。なるほどね。そんなもんすかね。え、そんなもんです。あーちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございます。疲れたね、あーちゃん。主催で楽しそうでよかった。いや、めっちゃ疲れたけどめっちゃ楽しかった。うん、みんなに見られて急上昇1位で、ありがとう。嬉しいね。マジで嬉しかった。急上昇1位に、しかも2日連続、2本連続。あーちゃん、しばらくは数日この動画のコメント欄を見て楽しみたいと思います。はいはい、またなんかでっかい面白いことがあったらやってくださいね。じゃあみんなもなんかリクエストあったら言ってください。僕はそばから見て楽しみにします。はい、やれ。お前もやれ。俺も手伝いっておかしいだろ。なんか手伝ってくれよ。まあ手伝ってくれる人はいっぱいいるんでね。まあそうですね、うん、ウー君じゃなくてもいるんで大丈夫です。寂しいこと言わないで。ではありがとうございました。